キムコの新型がやっと、発売になります。X タウンシティ125、そして250というモデルでございます。こんな感じでね、LED の照明になってますよ。そして、フロント13インチ、前後ね、13インチとなっております。こちらは125ということで、前後連動ブレーキ、250は ABS という展開のようでございますよ。こんな感じでね、ブレーキレバー、調整式、そして、ミラーは、最近の台湾モデルのね、ちょっと高級感のあるミラーを採用してます。さあ、そしてメーター周り、こんな感じでね。ダウンタウンに近いですかね。そして、ここにハンドルのとこパカッとね、こう開けれることができるんですが、中には USB のポートがついていると。使いやすいかどうかっていうのはね、ちょっとなかなか、難しいところですかね。そしてグローブボックスもちょっとついてますよ。そして、コンビニフックですか？ね。ちょっとこう、狭いタイプですかね。ついてございます。そして、ここなんですけど、燃料キャップですね。キーで開けるタイプになってます。キーで蓋がパコッと開くんですが、こうきっちりですね、ちょっと閉まってないと、ちゃんとパチッと閉まってないと開きがね、悪いっていうね、ことみたいですね。ただまあこれ、試乗車でね、だいぶ使ってると思うので、まあそのあたりでちょっとね、製品版のどうなのか、わかんないですけど。さあ、そしてシート。ね、大きいシートですよ。開けるとこんな感じ。LED のね、もちろん照明はついてございます。そして、ちょっと浅めですかね。ですので、やっぱりこう、タッパのある、まあ、フルフェイスのヘルメットとか、ジェットはどうなんですかね。ちょっと入れてみないとわかりませんが。そしてね、こう、仕切りがね、ついてます。で、仕切りによってですね、こう、セパレートタイプとして使うこともできますし、外せば、こう、長いものをね、入れるみたいな、そういう使い方もできるのかなと。そんな感じですね。シートはダンパー付きですね。まあ、ダウンタウンに近いようなね、感じかなと思いますけどね。で、名前は、この X タウンシティという名前で発売されるようでございます。これ台湾とかですと、G リンクですか。ね、G リンク300なんて名前でね、売ってたりしますけど、日本では、まあ、300というのはなくてですね、125と250の展開というようなことでございます。で、カラーリングはちょっとこの当時のこれカラーリングなので、新しい、実際に入ってくるモデルはカラーリングに変更があるとのことで、ございます。まあ、そのあたりはね、実際に、アナウンスがあってからね、見ていただければなと、思ったりいたします。で、まあね、フラットフロア。まあ、これが魅力なんですよね。広いですよね。そして、車体は G リンクぐらいだと思うんですけどね、現行のね。なかなか立派な、大きさでございます。ということでですね、ちょっとね、BDS さんで、販売店募集みたいなね、ことをね、やられていましたので、ちょっとね、で、今回はこれが置いてあったんで、撮らせていただきました。さあ。で、トーカル LED なんですけど、どうでしょうか。ね、テールランプこんな感じなんですよ。で、ちょっとね、つけていただきましたけどね。なかなかね。で、フロント、こうですね。いわゆる、ポジション。こんな感じでついて。で、ちょっとヘッドライトはね、エンジンかけないとつかないみたいなので、ちょっとね、ここは、点灯、しておりませんが。さあ、いかがでしょうか。あとは、まあ、価格ですよね。まあ、40万円台、125、250、どちらも一応税別なんですかね。40万円台のようでございます。まあ、正式な価格は、アナウンスがあってね、それからで確認していただければと思います。ということで、全国の正規販売店で、ね、もうすぐ発売ということで、乞うご期待でございます。よろしくお願いをいたします。ぜひ、うちで。